ラブ・ユア・セルフ・ショーハーは、韓国の男性アイドルグループ防弾少年団の5枚目のミニアルバムである。2017年9月18日にロアンエンターテインメントから発売された。前作、You Never Walk Alone から約7ヶ月ぶりに発売されるアルバムで、タイトル曲の DNA は EDM ベースのエレクトロポップジャンルの曲。ザチェーンスモーカーズとコラボレーションしたベストオブメや、 防弾少年団らしい、ヒップホップナンバー、マイクドロップなど各種トラック2曲を含む全11曲が収録されている。アルバム売り上げ枚数は120万枚を突破し、また初週ビルボード2027位、ビルボードホット100には85位で、それぞれランクインした。ビルボードホット100の2週目では順位を上げ67位にランクインし、当時の K-POP グループ最高位を記録した。 2017年7月24日、ビッグヒットエンターテインメントの関係者が9月カムバックを目標にアルバム制作中であることをマスコミに発表。8月10日、ジョングクを皮切りにメンバー7人の新しいイメージフォトを公開し、新シリーズのテーマがラブユアセルフであることを明かした。その後、ラブ v e セルフハイライトリールと題して、新コンセプトムービー 受けたまわり、10、月と12計4本のムービーを公開。8月24日にアルバム発売は9月18日であり、今年から来年にかけて発表する、ラブユアセルフシリーズの第一弾となることを発表。8月25日からアルバム予約開始し、9月4日には予約が国内のみで約105万枚に達した。また韓国アーティストとしては初めて、米アマゾンで オンライン予約受付を開始。6日連続で CD 総合ランキング1位をキープし、これも韓国アーティストとしては史上初であった。9月5日にカムバックトレーラーセレンディピティを公開。本作のカムバックトレーラーは学校シリーズのラップモンスター歌謡年貨シリーズの主がウィングスの J ホープに続いて自民が務めた。9月18日にアルバム発売。 18時に音源とミュージックビデオ配信。タイトル曲 DNA のミュージックビデオは公開から約8時間で1000万回再生、約20時間で2000万回再生を達成。どちらも韓国最短記録で前作 Not Today から大幅に時間を縮めた。そして公開から24日で1億回再生を突破した。また、韓国歌手最多となる。 全世界73の国と地域で iTunes の総合アルバムチャート1位を獲得。ハンテオチャートによるとアルバム売上枚数は初日で45万枚、週間で75万枚を売上歴代最高を記録。ガオンチャートによると月間では120万枚を売り上げた。韓国国内におけるアルバムのミリオンセーラーは2001年に発売されたゴッドの40。 キムゴンモノナ週以降16年ぶりだった。9月20日にはアップルミュージックビーツ一内にて DJ のエブロ・ダーデンがラップモンスターとの電話インタビューを行った。また韓国アーティストとしては初めて Spotify の総合チャート50にランクインした。9月23日に発表された全英アルバムチャートでは14位、全英シングルチャートでは90位にランクインした。日本では 特にプロモーションは行われなかったが、週間約5.2万枚、月間約6.9万枚を売り上げ、オリコンチャートでそれぞれ1位を獲得した。上日の通り本作は予約枚数、販売枚数、ミュージックビデオ再生回数、各国 iTunes1 位獲得数、ビルボードチャート順位など各分野で当時の韓国最高記録を全て塗り替えた。 またチェーンスモーカーズや海外有名ミキシングエンジニアが作業に参加し、米アマゾンでも公式販売されるなど、制作、成績ともにグローバルに展開したが、韓国以外での現地プロモーションは一切行われていない。本アルバムは、歌謡年歌と Wings に続く新シリーズ、Love Yourself というテーマのもとに制作された。アルバム発売前に、プロモーションとしてラブ v e セルフ」。 ハイライトリールと題したドラマ仕立てのコンセプトムービーが公開され、恋に落ちた少年の姿が描かれた。これは、これまでの学校や青春といった直感的なテーマに比べて、ラブユアセルフという抽象的なテーマを説明するためには物語形式が望ましいと判断されたことによるものである。この映像では、ランのミュージックビデオで交通事故にあったジョングクが、 車椅子に乗って登場するなど、歌謡年歌シリーズとのつながりも見られ、アルバムにも、歌謡年歌ザノートと題した、小冊子が同封されている。ラップモンスターは、ラブ・ユア・セルフというテーマについて、自分自身を愛する心を持ってほしい。本当の愛とは何なのか考えてほしい。本当の愛は勇気をくれるから、と説明している。ショーは、気象点結のショーを意味し、 ではなくショーからアルバムがスタートするのは恋に最も没入している時が気象転結のショーに当たると考えまた次回作でなぜショーから始まったか理解できるような作りになっているとシュガーは説明しているイントロ曲イントロセレンディピティは自民によるソロ曲チルアウトスタイルのアーバン楽曲でラップモンスターが作詞に参加し作曲は セーブ目のレイ・マイケル・ジョン・ジュニアが担当した。タイトル曲 DNA では初めて EDM に挑戦し、特徴的な口笛の音とアコースティックギターのイントロから始まる。ベスト・オブ・ ME はザ・チェーン・スモーカーズとのコラボレーション楽曲。5月に開催されたビルボード・ミュージック・アワード2017で出会った際にチェーン・スモーカーズ側からコラボオファーがあり。 その翌日に10曲を提供された。その中から気に入った曲を選び、メロディとラップをつけ、その後はメールなどを通じて共同制作された。マイクドロップはグラミー受賞者であり、アメリカのヒップホップサウンドを代表するミキシングエンジニアであるジェイソン・ジョシュアが参加したヒップホップナンバー。マイクドロップとはラッパーが自身のパフォーマンスこそが最高だと自負して、 マイクを舞台に落として立ち去るパフォーマンスのことであり、オバマ元大統領が人気中最後となるホワイトハウス記者晩3回でスピーチの最後にマイクを落としたことにインスピレーションを受けて制作された。悩むより号はドープやシルバースプーンに続く社会派ソング、ヨロや単人ンジ,ンジェムといった韓国の流行語を歌詞に盛り込み、なぜ若者がこのような言葉を使うのか。 その理由を防弾少年団なりに解説した曲。ミニアルバム恒例のスキットには、ビルボードミュージックアワード2017での、ラップモンスターのスピーチをそのまま収録した。隠しトラックである C は、ラップモンスターが大ファンである、村上春樹の1984の一節、希望があるところには必ず資源があるものだからという、言葉にインスピレーションを受けて制作された。マイクドロップは、 2017年11月24日にリリースされたデジタルシングル。Love yourself ハーに収録されたマイクドロップをスティーブ・アオキがリミックスし、デザイナーがフィーチャリング参加した。両者とボーダン少年団は2017年5月に行われたビルボードミュージックアワードで対面しており、それがきっかけでコラボレーションに至った。9月末に スティーブン・アオキとのコラボ予定であることが明かされ、11月8日にデザイナーも参加することと、11月17日に配信されることが発表された。しかし当初の発売予定日は、防弾少年団はアメリカでプロモーション活動中だため、アメリカのプロモーターからの要請で再議論した結果、プロモーション期間が終了した後に公開することが望ましいとの判断が下り、 発売が一週間伸びた。歌詞は一部英語に置き換えられ、オリジナルの韓国語版とは少し異なる。ミュージックビデオには、スティーブ・アオキも参加しているが、使われている楽曲はデザイナーがフィーチャリング参加したものではない。デザイナーが参加した正式版は音源でのみ聞くことができる。配信直後、アメリカを筆頭に、世界60の国と地域の iTunes チャートで1位を獲得。 ビルボードホット100では28位にランクインした。前衛シングルチャートでは46位にランクインした。マイクドロップ DNA クリスタルスノーは2017年12月6日に発売された通算8枚目となる日本シングル。ラブユアセルフ賞、ハーに収録されたマイクドロップ DNA の日本語バージョンと日本オリジナル楽曲クリスタルスノーを含む 自身初となるトリプル A 面シングル。今作の発売は2017年10月に行われた、ウィングスライブ京セラドーム公演にて発表された。オリコンでは、初日、約27万枚、初週約36.5万枚を売り上げ、週間1位を獲得。海外アーティストとしては初めてとなる初週売り上げ30万枚を突破した。 ビルボードジャパンホット100でも発集約45万枚を売り上げ1位を獲得した。CD は初回限定版 A、初回限定版 B、初回限定版 C、通常版の K4 形態で発売された。すべてにメンバー個別握手会への応募券が封入されている。またファンクラブ会員限定でファンクラブ限定版上記4形態のうちいずれかを予約購入すると、 予約購入時にファンクラブ限定リリースイベントへ自動的に応募される。このファンクラブ限定版にはメンバー個別枠司会の応募権は封入されていない。発売を記念して12月13日に横浜アリーナでリリースイベントが昼夜2部12月16日に東京12月17日に神戸でメンバー個別枠司会がそれぞれ開催。 2018年1月、日本レコード協会より、ダブルプラチナ認定を受けた。第50回オリコン年間ランキング2017では、年間シングルランキング13位を記録した。ありがとうございます。